早速ご挨拶をお願いをいたします。どうぞよろしくお願い申し上げます。皆さんこんばんは。安倍晋三でございます。今日はこの夕刻、お寒い中、また雨の降る中、西川公也頑張るというお気持ちで街頭に足を運んでいただきまして、誠にありがとうございます。ただいま自由民主党公認候補、我が盟友である西川公也候補から決意表明がございました。西川さんはご承知のように安倍内閣の農林水産大臣であります。安倍内閣において農林水産業をしっかりと、その所得を農村農業所得倍増していく大きな目標があります。この目標に向かって政策をしっかりと進めていく、改革すべきは改革する、この力を持っているのは西川さんしかいない。この思いで西川さんに農林水産大臣をお願いしたんです。党においては TPP の特別委員長として、しっかりと特命委員長として党において交渉をリードしてくれました。迫力を持って日本の農家は絶対に守る、その迫力を持って諸外国と交渉した。諸外国の交渉担当者がびっくりしてた。これ迫力です。地域の皆さんには優しいかもしれないけど、交渉相手にとっては怖い。この西川さんの迫力ある、そして地域に対する思い、農場に対する思いをぶつけた交渉によって、さまざまな交渉が有利に展開をしてまいりました。オーストラリアとの交渉においても妥結は無理だこう言われたんですが、西川さんの剛腕腕力で取りまとめていただきました。しっかりと農家の利益は守っています。これからまさに日本の農業を、そしてこの栃木県の農業を未来のある農業にしていこう。このままでは農業は衰退していきます。若い皆さんがこの農業という分野で自分の情熱や努力で新しい知恵性を開いていくことのできる分野、そうって初めて若い皆さんがどんどんこの分野に入ってくる、未来に希望を持つことができる、これを実行できるのは皆様の西川公也さんだけであります。どうか皆さんよろしくお願い申し上げます。2年前の総選挙、安倍さんこの景気を何とかしてくれよ、この声に押されて私たち自民党公明党政権を奪還しました。時代経済最優先三本の矢、いわゆるアベノミクスを進めてきました。アベノミクスとは何か、それは企業や会社の競争力や生産性を上げて、ちゃんと儲ける力をつけて収益を改善し、そして雇用を増やし、賃金を上げ、消費が拡大し、景気が良くなっていく、この経済の好循環を回していくことによって、15年間苦しんだデフレから脱却をして、経済を力強く成長させ、皆さんの生活を豊かにしていく政策なんです。簡単に言えば雇用を増やし、賃金を増やしていくのが私たちの政策です。あれから2年、雇用を私たちは100万人以上作ったんです。宿題だった正規雇用も7月、8月、9月10万人増えた。民主党政権時代は3万人、あの3年3ヶ月減っていたんです。マイナス3万人からプラス100万人に変わりました。有効求人倍率、就職者に対してどれぐらい職の数があるか、一人の就職者に対して一人分の職があれば1、この全国において35の都道府県で就業地別で1倍以上になった。この栃木県においてもそうです。栃木県の数字は2005年から統計を取って一番いい数字になっているんです。また高校大学を卒業して就職する皆さん、就職内定率も良くなっています。特に 高卒の皆さん 10% 以上良くなって、今の段階で7割以上の方が、10月の段階で7割以上の方が就職内定がしているんです。高校生の皆さんに安心してお正月が迎えられるようにしたい、西川さんの思いや
私たちの政策がだんだん実を結びつつあります。そして賃金、賃金を上げていくチャンスは1年に1回しかない。4月のあの春の賃上げしかないんです。昨年の4月は政権にとって数ヶ月まだ無理です。今年の4月が初めてのチャンスになりました。私たちはこのチャンスをつかんで 2% 連合の調査で 2% 賃金を上げました。これは15年ぶりの数字なんです。ボーナスは 7%、 24年ぶりです。またパートやアルバイトで頑張っている皆さんの時給も統計を取って最も高い水準になっている。雇用もそして賃金も間違いなく良くなっているんです。でも安倍さん、この日光じゃまだ感じないよという方がたくさんいらっしゃることは西川さんも私たちもよく知っています。この地域においても中小企業、小規模事業者、一生懸命そこで汗を流している皆さんにもこの景気の回復、この温かい風を送り届けていくことが西川さんや私たちのこれからの大きな使命であります。今残念ながら景気回復実感できないという一つの理由は、例えば消費税を4月 3% 引き上げたことであります。この消費税は皆様の年金や医療や介護、大切な社会保障制度を守っていく次の世代に引き渡していくためには必要です。年金、介護、医療必要です。さらには子育て支援、そして難病支援と困っている人たちを応援をしていくためには必要なんです。でも 2% 給料を上げても 3% 上がった消費税にはついていくことができなかった。そこで来年10月の消費税引き上げを1年半私たちは延期することを決定しました。なぜ1年半か、今年約束通り消費税は上がった、来年も私たちの政策を進めていけば給料を上げる、こう経済界は約束しています。上がっていきます。その翌年の春も、さらにその翌年の春もしっかりと賃金が上がっていけば消費税に対応できる強い経済を作り上げることができる、我々はこう確信をしています。しっかりと前に進めてまいります。また今なかなか円が上がって大変だという声があります。円が下がって大変だという声があります。円安で大変だ、この円安大変だという声にはしっかりと我々、ね、経済対策で対応して、所得の低い方々にはガソリン支援、あるいは冬の投油支援をちゃんとやっていきますし、ハウスエンジニアの皆さんに対しましても支援をしっかり、これも西川さんの専門分野、ちゃんとやっていきます。また中小小規模事業の皆さんが原材料が上がった大変、こういう皆さんに対しましてはセーフティー金融機関、定員の融資をちゃんとやっていきます。また西川さん、材料費が上がって借金返すの大変なんだよねという事業者の方々に対しましては、金融機関に返済の猶予を行うようちゃんと私たちは要請しているんです。そんなと言ってもなかなか金融機関に言うこと聞かないでしょう。ご心配の方々もおられるかもしれませんが、今回ちゃんとやってます。10月に6万社、11月に5万社、もうすでに計11万社が猶予を受けているんです。やるべきことはきっちりとやっていく。でも同時に皆さん、確かに円安は課題があるかもしれませんが、だからといってあの民主党政権時代の円高時代に戻っていいはずはないんです。あの時代2年前3年前を思い出していただきたいと思います。どんなにこの地域で頑張っていいものを作ったって、知恵を出したって、汗を流しても円高のために競争力を失い工場を閉めざるを得なかったんです。あの時代日本のメーカーはどんどん生産現場を海外に移した。例えば東芝は4つの大きな工場を閉めた。東レは生産拠点を韓国に移した。あの民主党政権時代、あの3年間海外への投資がなんと倍になったんです。先を争うように日本から逃げ出してしまった。工場長を私たちは変えました。ガラッと新しい政策で変えたんです。4つ工場を閉めた東芝は、今度は日本でやっぱり作ろう、考え方を変えて3000億円以上日本に投資をして、日本に工場を作って、日本人をちゃんと雇って、日本で物を作って、日本で税金を払っていこう、このように変わりました。
キャノンも半分は日本で生産する。そして拠点を韓国に移していたあのトーレも今度は日本で工場を作った。そしてトヨタ自動車、トヨタ自動車は未来の車を作った。水素エネルギーで走る燃料電池車、いよいよリーダーに未来という名前で発売がスタートします。この車、燃料電池も車体も日本で作っていく、こう発表したんです。その結果、皆さん、おととし、去年、そして去年から今年はメーカーの国内への投資計画が 12% も増えたんです。倒産件数は民主党政権時代より2割減少しています。私たちは雇用を作り、そしてしっかりと仕事の場を守っています。やっぱり皆さん、仕事があることが一番なんです。しっかりとこの政策を前に進めてまいります。そして、日光といえばたくさんの観光客が訪れる、この観光、これは大きな産業です。80円だった、1ドル80円だった円が今120円ですから、日本への旅行は半額になったのと同じになりました。それもあって皆さん、たくさんの努力もしましたが、海外からたくさんの観光客がやってきています。民主党政権時代800万人だった観光客、なんと500万人も増えて、今年は1300万人、栃木県にも海外からの宿泊客が7割も増えたんです。この日光には何といっても東照宮はあるし、結婚の滝もあるし、修善寺もある、素晴らしいですね。で、外国人は日本人の旅行者よりも10万円多く物を買えます。おそらくここに泊まって蕎麦が美味しいからもう3杯ぐらい食べて、帰りにはシカ麺が綺麗だからシカ麺を買って帰る、こうやって海外からこの地域にも、日光のこの今地域にもしっかりとお金が落ちていくように私たちはしていきたい、そう思います。そして日本の美味しい安全な農作物を海外に出して、この輸出の最大のチャンスを迎えているんです。私たちのこの政策によって今年は5500億円最高の輸出額になっている。西川さんにはこれをさらに1兆円に向かって仕事をしてもらいたいと思います。我々はやるべきことをちゃんとやっていきます。そして今日はたくさんの子育て家庭の皆さんにもお越しをいただいた。私たちは子育てを応援していきます。幼児教育の無償化進めます。所得の低い方々から無償化スタートし、だん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 拡大をしていきます。また高校生をお持ちのご家庭、教育費が大変だと思います。しっかりと教育費を応援をしていく奨学給付金制度を今年度から作って支援をしていきます。また家の経済的な状況で学力進学を諦めなければならない、日本をそんな国にしてはなりません。奨学金、無利子の奨学金を拡大をしていきますし、授業料の免除も拡大し、さらにこの奨学金の返済にあたっても収入に応じて返済できるように新しい仕組みを私たちは作っていきます。そして今日はこの街中から輝く女性に集まっていただきました。この辺すごく輝いてますし、こっちも輝いてますよ。私たちは皆さんにもっと輝いていただきたいと思う。家で子育て頑張るお母さん、おじいちゃんおばあちゃんの介護に汗を流すお母さんを応援していきます。また家庭も仕事も頑張りたいという女性にとって未来がある日本を作っていきます。仕事一生懸命頑張る女性にとって目標に向かって進んでいくことをできる日本を作っていきます。女性が輝けば日光はもっといい場所になっていきます。女性が輝けば日本はもっといい国になっていくんです。女性の皆さんにとっても、そして高齢者の皆さんにとっても、また障害がある皆さんにとっても、誰でも生きがいになる可能性のある皆さん、私たちは日本を作ってまいります。そのためはどうか皆さん、西川興也に力を与えてください。一緒に素晴らしい国を作っていこうではありませんか。日本はもっともっと成長していくことができるんです。日本は世界の真ん中で輝く国にしていこうではありませんか。どうか皆さん、西川興也、西川興也、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 西川興也と、どうぞ皆さんよろしくお
お願いを申し上げます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。自民党総裁安倍晋三総理大臣です。どうぞ大きな拍手をお願い申し上げます。2000人を超える方がいらっしゃいます。安倍総裁の今のお話をお友達に伝えてください。どうぞよろしくお願いします。もう一度大きな拍手をお願い申し上げます。ありがとうございました。